ミュー会のそうです。今日はナイトエイギング大会前のね、最後の調整かなをやっていきたいと思います。釣れないというか、ポイント開拓でいろんなとこ行ってるけど全然反応ない。旬も今多分5、6ぐらいボス、連続ボス病んでますね。結構5がいいんですかね。あ、ちょっとね、近くで釣りしてる方がいらっしゃるので小声で喋っていきたいと思います。大会何日前、3日ぐらい前なんですけど、まだプランは全然決めてないという、やってみよう会の3人、マイペースの3人なんですけど、どうにかなるやろうみたいな、去年みたいな思いはしたくないのでね、さすがに。やば、メバル、足元からメバルが出てきた。エイギング大会は250人ぐらいなんか参加するみたいで、多分結構どこの堤防にも人がいる感じになると思うんですけど、どうなんだろうな。釣りする場所あるのかな。風次第じゃみんな風浦をめがけていくと思うので、西の風、南の風強かったら結構ポイントがやばいかもしれない。でも西海岸ってあんまり堤防がないんで、やっぱどう考えてもみんな牛深に行くんじゃないかな。俺らまだ決まってないんでね、もう土曜日休みなの旬だけっていう、翡翠さんも自分もちょっと仕事で夕方からかな。
やりイカ。やりイカだ。どうもお疲れ様でした。今日はヤリイカがいっぱいだけでしたね。最近めちゃくちゃイカ調子悪くて、どうなの、旬がさっきも言ったけど5、6連続坊主で、自分も多分今日は釣れたけどその前が3連続ぐらい坊主で、ポイント調査的な意味も込めて、なんか行ったことないとことかあんまりしないところでしはしたんですけど、それにしてもなんか釣れなさすぎたかなって思っています。でね、今日が水曜だけ、木金土土曜の夜からもう大会なので、3人でね上位入賞を目指して頑張っていきたいと思います。まあエギング懇親大会なんで、なんかエギングパーティーみたいな感じかもしれないですけど、勝負ごとなんで3人ともやる気に満ち溢れてるので頑張りたいと思います。まあ当日のプランとか今から木金どうぐらい使って決めようかなって思ってます。当日は夜12時ぐらいからで250人ぐらい参加されるみたいなんで、もしかしたらあんまりその夜暗いうちが堤防が人が埋まっててできないかもしれないけど、夜なんで気をつけてできる範囲でねやっていきたいと思います。まあ、人が入れんかったら、まあ、朝にかけるしかないかなって感じで、一応ね、計画は立てております。満月やったらね、ジーソとかも、ね、3人いるんで気をつけながら行ってもよかったかなって思うんですけど、新月なんで、まあ、そこはね、気をつけて、安全第一で頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。今日はほんとヤリイカだけの動画になってしまったけど、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。以上、やってみゆかいでした。じゃあね。